機関様、この組み合わせは怖くない？変ね、メアリーちゃんのアイディアが役に立てないなんて。わかった、斧を持ってたらどう？指揮官様。指揮官様、この組み合わせは怖くない？変ね、メアリーちゃんのアイディアが役に立てないなんて。わかった、斧を持ってたらどう？指揮官様。指揮官様、ずっとずっと待ってたわ。誰にも会っていなかった？指揮官様がジタバタする姿、うん、かわいい。本当に指揮官様はなかなかいい体しているわ。すべての職種に斧を持たせたらって？指揮官様ったら面白いこと考えるわね。それならハロウィンのホラーではなくコメディーよ。触手の粘液が服を濡らしたようね。むしろこういうのがいいのではなくて、指揮官様。どうして浮気するの？死ねー！少し刺激が強すぎた？指揮官様は、どんなハロウィンの花嫁が好きなの？後ろで結んでいるのを締めてもらえる？そうするには、まずは一度ほどかないと。誰もいない古城、一人ぼっちの新妻。指揮官様、これから盛りがつきそうだわ。枝角のせいで、ベールはほとんど被ったことないわね。すごく似合う？指揮官様、ありがとう。指揮官様。条約にサインするなら、中身を一字一句、全部しっかり確認しないと。任務をこなしたご褒美として、指揮官様、私の胸にいらっしゃい。指揮官様宛てのお手紙よ。ネバネバしてるって？あなた様への溶けた情熱だと思って。お帰りなさい、指揮官様。斧を持って何をしてるかって？それは、鍵を使わなくても、指揮官様の執務室に入る方法を探しているわ。いい体だけで、残念。このライチは、最近の遠行で持ち帰ったものよ。ジューシーで甘くて最高のものよ。指揮官様、どう？皮をひんむいて、邪魔な種を転ばしてから、舌であなたの口へ届けてあげる。もう少し近くに寄ってもいいって？指揮官様の情熱がしっかり伝わってきたわ。これでどう？指揮官様。
ゴールデンハインドの思い、感じ取れた？近い？指揮官様と出会ってから私、どうも、どんどん攻めたくなっちゃって。今さら逃げても無理だと思うけど。あら、指揮官様はこう答えてくれたのね。なるほど。気持ちを確かめられたら積極的になるのね。こうなると知っていたら、指揮官様と最初に出会った時からこう。何でもないわ。私たちの未来を期待しているわよ。委託が完了したようね。敵のガラクタを持ち帰ってくれたかしら？もっともっとガラクタが手に入りそう。お客様だわ。触手はご褒美。斧はお仕置きよ。平気よ、指揮官様。切られた部分はすぐ再生して元通りよ。私のコレクションになりなさい。再生のスピードが追いつかなくなるわね。指揮官様、ずっとずっと待ってたわ。誰にも会っていなかった？指揮官様がジタバタする姿。かわいい。すべての職種に斧を持たせたらって指揮官様ったら面白いこと考えるわね。それならハロウィンのホラーではなくコメディーよ。触手の粘液が服を濡らしたようね。むしろこういうのがいいのではなくて、指揮官様。どうして浮気するの？死ねー少し刺激が強すぎた？指揮官様は、どんなハロウィンの花嫁が好きなの？後ろで結んでいるのを締めてもらえる？そうするには、まずは一度ほどかないと。誰もいない古城、一人ぼっちの新妻。指揮官様、これから盛りがつきそうだわ。枝角のせいで、ベールはほとんど被ったことないわね。すごく似合う？指揮官様、ありがとう。指揮官様。条約にサインするなら、中身を一字一句、全部しっかり確認しないと。任務をこなしたご褒美として、指揮官様、私の胸にいらっしゃい。指揮官様宛てのお手紙よ。ネバネバしてるって？あなた様への溶けた情熱だと思って。お帰りなさい、指揮官様。斧を持って何をしてるかって？それは、鍵を使わなくても、指揮官様の執務室に入る方法を探しているわ。委託が完了したようね。敵のガラクタを持ち帰ってくれたかしら？
わかったわ。帰る場所についての約束なのよね、指揮官様。縛られずに気持ちの赴くままに動いてた私に受け入れてもらえる場所が見つかるなんて。じゃあ、指揮官様、何をためらっているの？もうずっと欲に溺れてなさいな。我が憎き敵に滅びの調べよ。我が命に従い。ゴールデンハインドと一緒に航行するとは。
ションになりなさい。